さあ続いてのコーナーはおこりんぼ田中裕二。はい、こんばんは、田中裕二ですから始まる、うん、田中がいかにも起こりそうなことを皆さんに考えてもらっております。3段階で私が評価します。ラジオネーム世にマンピーの花が咲くなり、うん、サザンとうとう ねこの夏アルバム、はい、あ、アルバムはいつだっけ、まあ、年内だ、年内だっけ、で、ね、カウントダウンもやって、そう、シングルがね、9月かな、うん、天国なんだっけな、天国オンザなんとか、うんうん、なんかそれね、夏っぽい曲、いやー、うん、久保さんからメールいただきましてね、はい、また下ネタバリバリの歌になっちゃいました最高ですね、うん、楽しみにしてます、うん、こんばんは、田中裕二です。僕は Facebook というのをやっています。うん、Facebook には友達からのコメントに対して文章を返さなくてもボタン一つさえ押せばいいねと返事ができる機能があります。うん、先日友達の一人が誕生日だったので、まあ祝ってあげてもいいかなと思って、お誕生日おめでとう、いい一年にしてねとお祝いのメッセージを送りました。うん、そしたらさ、そのメッセージに返ってきたのはただ一言、うん、いいねはぁいいねってなんだよ人に誕生日おめでとうって言われていいねってなんだよ何がいいんだよなんでお前は俺の祝いの言葉を評価してるんだよお前はいい質問ですねの池上彰さんかお前は俺にお祝いされてるんだよ普通はありがとうだろうが何がいいねだよ何にもよくねえよそりゃクレイジーケンバンドの横山ケンさんにいいねって言われたったら感動するけどお前みたいな胸飯ぐらいにいいねって言われても嬉しくもなんともないんだよこんな挨拶しかできないならばお前はもうフェイスブックなんかやめちまえいやもうお前は誕生日なんか一生やめちまえこれってムカつきますよねムカつくなんだろうねいいねって俺もよくやんわんやんねえか分かんないけどいいだからそうなっちゃうんですよそういう風になっちゃういいねじゃねえだろいいねじゃねえだろって話でちゃんとね内容とかちゃんと読んでるだからたまあれもあるんでしょなんかこうなんていうのこう読んでていい内容だと思ってたんだけど実は後の方にはあんま良くないというかそのちょっとこうネガティブな内容だったりするんだけどざっと見てああなんだこういうことなんだっていいねって押しちゃうんだけどよーく読むと全然いいねってどういう意味だってね、うん、揉めるんですそう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 いうことがやっぱあるみたいですからね何なんだろうねそのいいねねえ嬉しいのかねやっぱいいねいいねってみんな読んでくれてるっていうことなんじゃないですか、うんうんまあ、再生回数みたいな井口の言う、うんうん、そうね、うん、ねでもだからそれこそマミマイケルでもやってたけど、うん、操作してたんですよあれフェイスブックそうなの心理学的に調査するために、うん、要はそのネガティブなね、うん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 、ことばっかりを、はいはいはい、要するにポジティブなことを全部送れないようにしたりして、うんうん、ある一定の人たちに、うんうんうん、そうするとどういう反応になるかっていうのを全部見て調査してたんですよ勝手に、勝手にそれはダメでしょすごいね、うん、そしたらどうなったんだろういややっぱネガティブになったって、うん、その人の投稿がね、うん、で今度逆にポジティブに、うん、ことばっかり見せるようにしたら、うん、ポジティブになったみたいなそういう心理調査でも勝手にやっちゃった勝手にやっちゃったんですよそれで今結構問題それは問題になるねアメリカ中の新聞が、うん、俺たちはあのマウスじゃないっつって、うんうんまあまあね。で、あのザッカーバーグが叩かれてます、今。ああ、そう。サバンナ高い。ダメダメって、ダメダメいいねじゃないよ。いいねじゃねえよで、ちょっと怒りや長介さあ入ったんですかダメダメみたいな。
ダメだこりゃみたいな感じの言い方になってましたね、今ね。自然とね。何言ってんの何言ってんの何言ってんのこいつ。何言ってんのこいつ。何言ってんのわかるだろうが、一回。何言ってんのこいつ。言ってることは読み上がれ、早く読み上がれ。何言ってんのお前。わかった。次行け。何見てんのお前。始まっちゃった。ラジオネーム、矢車。爆笑問題の太田さん、片玉結びのメインパーソナリティの田中さん。うん、玉結びでね、それの深夜版なのかな、片玉結び。俺しかいないだろうね、スタッフの皆さん、こんばん。田中裕二です。いきなりで悪いんだけど、何でもスポーツに例えるやつって腹立ちません？この間、友人とデパートに行った時のことなんだけど、店員がやたらと物を勧めてくるわけ。そしたら友人が、こりゃ激しいマンツーマンマークだなぁ、スペース作ってボール出せなきゃまずいよってはぁ、いきなり何言ってんの。いいねよそんな。うまくいったつもりかもしんないけど、お前は買い物中にドリブルしてんのか。わけわかんない例えするなよ。そう思いながらも、せっかくに買い物に来たんだから気に入るアイテムがないか探してたわけ。ピックアップしたいくつかのアイテムを持って試着室で試してたら、今度はその友人がペナルティエリア内に入っちゃったな、これはもう買うしかないな。だってよ、そのつまんねえたたえやめろや。あとドヤ顔やめろ。うまくもなんともねえから。そもそもなんでサッカーなんだよ。俺は野球が好きなの。例えるなら野球にしろ。私はイライラしながらもあえて突っ込まず黙って自分の買い物を続けていました、そしたら最後にその友人、自分のお気に入りの服を見つけたのがこう言ったんだよ。この服渋いなぁ、いぶし銀だなぁ、例えるなら代打福王だな、いい仕事するね。おい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 、来ちゃったよ、巨人の例え来ちゃったよ。おい。だから今回は特別に許す。許すんじゃん。いや、田中さんやっぱり腹立ちますね。まあムカつくね。まあ別にそれは野球の例え、サッカーの例え、どっちがいいかって言ったら野球の例えですけども、わかるしね。マンツーマンマークだな、スペース作ってボール出さなきゃまずいよ。うん、ただそのなんつうの、こうやたらとそうやってなんか例え上手だろう俺みたいな感じがあったらムカつくってことですよ。別に何にしてよ、別にスポーツに限らずですけどね。まあ野球のが多いですよね。野球のが、まあ、野球に例える人、うん、あ、だからそれは多いですよね。でもほらなんかマラソンに例えるみたいなのとかさ、なんかいろいろあるからね。あるからね、マラソン、競馬に例えるとかね。あ、もう俺もやっちゃう時あるもんな。あとあのさ、爆破やってるとさ、昔の女優さんとか結構やったりするじゃないですか、スター、と今の若い人わかんないから、テリーさんが必ず、おい、あるじゃん、今で言う佐々木希ですよみたいな。言うね。言うよね、あれは俺好きなんだよ。あれは好きなんだよ。そうそう、誰を言うんだよ、佐々木希は結構出てくんだよ。あ、佐々木希、確かにね、出てくる。まあ綺麗な人ですね。綺麗、佐々木希は綺麗だね、確かにね。モデルでしょ、あれ。まあモデルだったり、まあ女優さんだったりね。いいともだってレギュラーだったりしたからね。ああ、そっか。まあでもモデルだろ結局。どうした、何ですかその言い方。モデルでも何でもいいじゃないですか別に。ラジオネーム、八王子のチャミ。太田のおやすさん、マンゴーのカレー臭に包まれてるうーちゃん、こんばんは。なんだよマンゴーのカレー臭って。こんばんは、主婦の田中裕二です。今ね、アメリカのドラマにハマってるんだけど、あの男女関係で必ず起きるお決まりのキスシーンって何なの？ブチューチュパチュパチュパって、ディープキスしまくった後にハッと我に返り、私たちいい友達よね、そうよねってやめるやつ。お前ら何度も何度も舌を激しく絡み合ってチューしてんじゃねえよ。何に怒ってるの。まあチューは日本より敷居は低いとは思うよ。それは置いといても、男は女の胸をまさぐってるし、女は男の尻を揉んでるし、それは
そこまでやっていて、何がいい友達だろおいおい女が男のズボンのチャック下ろしてパンツ見せてる状態で、わ、私たちいいお友達って、ありえねえ絶対ありえねえ二十歳そこそこのがやってる時もあるし、その親たちがやってる時もあるし、どいつもこいつもいい友達って、途中でやめてんじゃねえよワンパターンすぎるんだよ分かっていながら毎回毎回、生つばごくりと飲み込んで期待しちゃってるんだからね。っていう。平気。平気。こいつはただ単にやめないでくれなんでしょ？そう。要は、こういうし、もっと次見たかったんでしょ？もっと濃厚になっていく様を。それだけじゃないですか。そんなにあるか、最終的にはそうなるでしょうけど。うん、でもそんな、そんなあるこの、そんなあるあるこれ。俺わかんないけど。ね、ピンとこないよね。私たちいい友達よね。別にお決まりのパターンってまずその感じがわかんない、ね。あんま見たことない。ね。まあ今のわかんないからね。見てないから俺、そのアメリカの連続ドラマみたいな。アメリカ連続ドラマって言ったら、あの、プライム、なんとか、プリズムブレイクだかなんか、チラッと見る。まあ、あれは恋愛じゃないでしょ。そうそうそう、だから、大津さんはあれを見せたじゃん。ビバリーヒルズ。ビバリーヒルズはね、アリーマイラブとか、なんだっけ。アリーマイラブは、法廷のやつですから。うん、そうかそうか、ビバリーヒルズ高校生、青春白書かなんかは、たまに見てましたけどね、うん。しばらく見ないでいて、パッて、また、結構長くやってたんですよ、あれ。ね、俺見たことないんだよね、うん、1年後ぐらいに見たらもう家が爆発してたりどういう話になってるのやめましたラジオネーム P 山、こんばんは、田中裕二です。俺が最近ムカつくのはあれね、なんとなく、なんとなくデビューしちゃった感を出すアイドルね、うん、そういうやつってトーク番組でデビューのいきさつを聞かれたとき大体こう言うよね。なんか友達がオーディション受けるって言うから付き添いで行ったんですよ。そしたら友達は落ちちゃって、なぜか私だけ受かっちゃったんですって。はぁ嘘つけよ無理があるだろその話。付き添いで行ったお前が足を踏み入れるのはせいぜいオーディション会場の受付のところまでだろう。アイドルのデビューを決定するようなお偉いさんはそんなとこにはいねえんだよ。そういうお偉いプロデューサーさんがさ、オーディションの部屋に入った正面の長机の真ん中あたりでセーターを首からかけて座ってるもんなの。履歴書に視線を落としてペンをくるくる回して頭かけながら、どっかにいないもんかねえダイヤの原石ちゃんはとか言ってるもんなの。そんな時一見芋臭い女の子が自信なさげに部屋に入ってきて、プロデューサーがふと履歴書から顔を上げて一目その目女の子を見た瞬間に、はいダイヤいただいちゃいましたって言って指パチンってするもんなの。いいか、そういうバブルの遺産みたいなプロデューサーに認められたってことは、お前もその部屋に入ってるってことだろうが。必死で履歴書書いて応募して、きっとオーディションで安室さんとかに西野カナあたりの曲を歌っちゃったってことだろうが。どうせ特技披露の時はアイドルにありがちなクレヨンしんちゃんのモノマネとかやっちゃったってことだろうが。アイドルになりたくてチヤホヤされたくて必死だったくせに受かっちゃった感出してんじゃねえよ。これってムカつきません？まあムカつくかな。あまりひどいとね。まあ、昔の。でもね、そうなんですよ。これはね、うん。あのね、たまたま昨日チラッと見た昔のあの VTR で。昔こういう人多かった。ね。お姉ちゃんが出しちゃってた、ね。そう。でね、ちょうど菊池桃子さんが、うん、あの、新人で出てきてるんですよ。うん、ベスト10かなんかに。で、その時に、うん、なんかデビューの黒柳さんかなんかにデビューの行き先がとても変わってるみたいですねって言って、うん、そうなんですよって言って、私のおばがなんか青山がなんかどっかで、うん、喫茶店だかなんかそういうお店をやっていたと、うん、でそこのレジのところに姪っ子である私の写真をたまたま置いてたら、そこにそのなんかこう関係者が来て、その写真にこの子誰だってことになって、それでそのままこうなったみたいななってんですよね。
だからまあそれ、まあ、あの本当か嘘か別として、そういうのって多かったよね。自分は、まあ、あんま望んでないみたいな。今でも逆に AKB とかね。うん、まあまああれはもう自分から言ってる。だからそういうのが前世ですから、うん。そうそうそう。あんま流行らないですよね、その。今はね。勝手に出さ、うん、履歴書出されちゃったパターン。出されちゃったパターンね。あれでもマッチは完全にお姉さんが、確か お母さんだからか。マッチは完全にっていう。別にわかんないね、完全にあれは、完全に家族が出したんですよね。うん。トシちゃんは自分から言ってるからね。そうです。うん、ラジオネーム、アヒル太郎。うん。こんばんは、田中裕二です。職場の近くにケーキ屋さんがあってね。うん。まあ、ケーキ屋さんつっても最近流行のおしゃれな感じじゃなくて。うん。おじさんが昔からやってますって感じの、昔懐かしいバタークリームのケーキが置いてあるケーキ屋さんなの。うん。うん、毎日、前を通るたびに気になっていたのは、タヌキのチョコレートケーキ。うん。以前にテレビで紹介されていたし、過去もやもやサマーズ。うん。何よりタヌキのいまいち可愛くない顔。うん。ブサイクなんだけど、どこか興味を惹かれる感じがあるんだよね。うん。ある日どうしても甘いものが食べたい気分になって、仕事帰りに初めてそのケーキ屋さんにケーキを買いに行ってみたんだ。うん。ショーケースにはショートケーキやチーズケーキなど、特別おしゃれでもないけども、安心の安定感のベーシックな。どんだけ言うね、うん。安心安定感のベーシックなケーキがたくさん並んでいた。うん、その中で、お目当てのタヌキのケーキを見てみると、名前はそのままタヌキ。わかりやすいなぁ、なんて思いながら、うん、早速注文することにしたんだ。田中。すみません、タヌキ2匹ください。おじさん。はい。タヌキのケーキ2つですね。タヌキなのに引きって言っちゃいけないわけ？いや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 。確かに俺もぼんやりしながら注文したから、ついうっかり2匹って言っちゃったよ。でもそんなに冷静に、タヌキのケーキ2つですねって言われたら、訂正されたみたいで余計に恥ずかしくなるだろう。どこかのファミレスでは、パンにしますかライスにしますかって聞いて、お客さんがご飯って答えたら、注文を繰り返すときにお客さんが恥ずかしい思いをしないように、ご飯って言うように、教育されてるんだぞ。そうなの？それを見習え。これってムカつきますよね。平気。平気ですか、ね、これ平気。タヌキ2匹行くんです。タヌキ2匹行くの時点で面白いから、俺は別に、それで、例えば店の人がくすって笑ってもしょうがないし、まあ、一応ね、あ、タヌキのケーキ2つですねっていう言い方するのは別に普通のこと。まあもちろんそのまま。恥ずかしいじゃないですか。いや、だけどその、なんていうの引きって言ったよね、今。みたいな感じじゃないと思うんですよ。そういう感じだったらちょっと、まあね、ムカつくのかもしれないけど。タヌキって書いてあるの、ほら。あ、2匹ですね。って言ってほしいって。いや、言ってほしいかもしれないけど、別にムカつきゃしないな。俺もうその時点で言っちゃった自分の方が恥ずかしいから。うん。蕎麦屋で、じゃあ言うことあるんだよ。タヌキ。タヌキと、キツネ1匹です。ラジオネーム薄塩、うん、太田さん、激おこにゃんにゃん丸さん、こんばんは。いいね、にゃんにゃん丸。こんばんは、田中裕二です。先日映画を見に行ったんだ。映画は非常に難解なストーリーで、僕の心に何か訴えてくるもんがあり、僕の心に何か訴えてくるもんがあり、終わった後も監督が何を伝えたかったのか、あのシーンはどういう意味があったのかを考えながら帰りのエレベーターに乗ったんだよ、うん、エレベーターは見終わった人で満員で、数秒後の沈黙があった後に突然、いやーひどかったな、つまんなくて退屈だったよって おっさんの声が聞こえたんだよ。出たよ出たよ。俺が嫌いなエレベーターで感想を言うやつが出たよ。
おっさんは横で、そうかなぁと恥ずかしそうに苦笑いする奥さんっぽい女性を尻目に、期待してただけに本当にがっかりだったな。いろいろ詰め込みすぎ、終わり方も唐突すぎて意味わかんなかった。俺が思うにあの監督の悪い部分が出たな。1800円無駄にしちゃったよ。これなら家でうるせえ。シャラこのエレベーターにいる全員が同じ映画を見てるんだよ。全員がお前と同じ料金を払い、お前と時間を共有した仲間なんだぞ。エレベーターは密室密閉空間だから、一人が喋るといとも簡単にそいつに空気が支配されちゃうんだよ。全員がお前のせいで気まずい思いをしていることに、なんでお前だけが気づかない。あと俺なりにじっくりと映画の評価を下そうとしているところに、お前のクソみたいな感想を一方的にぶっ込んでいくんじゃねえよ。まだ俺なりの感想がうまく固まってないところに、お前の感想が入ってくるの、すげえ嫌だわ。あとオチが唐突って言ってるけど、あれ主人公の幼少期のシーンが振りになってるから。かっこ笑い。あれがこの映画の肝なのに、それに気づかないのは相当恥ずかしいことだぞ。かっこ笑い。多分このエレベーターで気づいてないのお前だけじゃないかな。なんか聞いてる俺まで恥ずかしいわ。多分奥さんは俺なんかよりもっと恥ずかしい思いをしてると思うぞ。自分が愛した女に恥ずかしい思いをさせるなや。これってムカつけません？超ムカつく。この親父はムカつくね。あ、そう。あ、感想は別にいいよ。だそれはもうどう思ったらいいけど、なかったな。それを、いや、要は聞かしたいんでしょ、他の奴らに。ダメだな。うん。だからその、他の客を意識しての多分発言ですよ。なんだろうね。うん。なんかその、俺はわかってるぜ。映画を否定する人って俺わかんないんだよな、うん。だから映画を否定することによって、自分は映画にすごくうるさい。映画のハードル高いよ。いろんな映画を知ってますよ。っていうことを、こんなんで満足するような俺ではないっていうことを、多分言いたいんでしょうけれども。わかんない。うん。で、それを、ちょっとこう、満足したと思い、おぼしき人たちに、こんなんで何お前ら満足してるのみたいなことを主張したい。映画ってさ、うん、まあ俺本でも何でもそうなんだけど、うん、つまんなきゃつまんないで面白いじゃん。あ、まあそういう考えはあるかもしれない。ひでえなこれ、みたいな、うんうん。そういう感じじゃないんだよね、割と。そうですね。それはそうじゃない人はいるでしょう、もちろん。あれはなんとかだ、みたいな。もうせっかく、ね、時間とお金使ってきたのに、裏切られたみたいな。まあ、それはいいんだよ。別にどう思ってもいいんだけど、それをこう、そのエレベーターの中で主張するのは、すげえ俺は、その、デリカシーがないから嫌だ。しかも見逃してるというね。そうそう、見逃してたらもう、なおさらですけどもね。はい。おはぎ